粘土処理の開始方法を説明します。粘土処理を選択して、粘土処理画面を表示します。卒業学年の設定から卒業生となる学年を確認します。 移行作業を開始を選択します。年度処理を開始するを選択します。登録されている全生徒の進級及び卒業処理、全クラスの複製処理、全授業の複製処理が開始されます。年度処理の移行対象データを選択して、 編集を開始します。生徒管理データを編集では、新入生のアカウント登録、留年、飛び級生徒のアカウント変更、転校生、大学生のアカウント削除などを行います。クラス管理データを編集では、 新年度のクラス情報を必要に応じて、編集、新年度のクラス情報への先生、生徒を登録、などを行います。授業管理データを、編集、では、新年度の授業情報を必要に応じて、編集、新年度の授業情報への先生、生徒、クラスを登録、などを行います。 ここでは新入生のアカウントを一括登録する場合で説明します新年度への移行対象データから生徒管理データを「編集」を選択して生徒管理画面を表示します年度処理作業中と表示された画面になります インポートメニューから「新規登録」「ひな型をダウンロード」の順に選択して新規登録用の CSV ファイルをダウンロードしますダウンロードした。 CSV ファイルにはサンプルアカウントが記入されています。個人 ID、メールアドレス、氏名、振り仮名、学年をそれぞれ入力してください。ただし、ここではクラスの情報は入力しないでください。エラーとなって登録ができなくなります。 インポートメニューから新規登録編集済みデータをアップロードの順に選択して入力した CSV ファイルをインポートします複数のアカウントが一括で登録されます XWord 機能を使用する場合には年度更新が完了した後で別途ライセンスを割り当ててください 次に生徒のクラスの情報を登録する方法を説明します。「インポート」「メニューから登録データ変更」「登録データをダウンロード」の順に選択してデータ更新用の CSV ファイルをダウンロードします。 ダウンロードした CSV ファイルに新年度のクラスを1年1組のように記入または上書きしてください。インポートメニューから登録データ変更編集済み登録データをアップロードの順に選択して入力した CSV ファイルを選択してインポートします。 編集したクラスの情報が一括で登録されます。ここでは新年度の各クラスに先生を登録する方法を説明します。新年度に向けてクラス構成やカリキュラムに変更があった場合には必要に応じて別途 クラス管理データを編集してください。新年度への移行対象データからクラス管理データを編集を選択して、クラス管理画面を表示します。年度処理作業中と表示された画面になります。登録したいクラスの 個別操作メニューを開いて、先生を登録を選択します。登録したい先生を選択して、登録ボタンを選択します。登録するを選択すると、クラス情報に先生が登録されます。 ここでは新年度の各授業に先生や生徒を登録する方法を説明します新年度への移行対象データから授業管理データを「編集」を選択して「授業管理画面」を表示します「年度処理作業中」と表示された画面になります 最初に複数の授業情報に一括で先生を登録する方法を説明します。登録したい複数の授業を選択して、一括処理メニューから先生を一括登録を選択します。登録したい先生を選択して、登録 ボタンを選択します。登録するを選択すると、複数の授業情報に一括で先生が登録されます。次に通常授業。 または合同授業にクラスメンバーを登録する方法を説明します。登録したい通常授業または合同授業の個別操作メニューを開いて、クラスメンバーを登録を選択します。 登録したいクラスを選択して、登録、ボタンを選択します。通常授業では一つ、合同授業では複数のクラスを選択します。登録する、を選択すると、授業情報にクラスメンバーが登録されます。 次に、選択授業の情報に生徒を登録する方法を説明します。登録したい選択授業の個別操作メニューを開いて、生徒を登録を選択します。登録したい生徒を選択して、登録ボタンを選択します。 登録するを選択すると選択授業に生徒が登録されます。 最後に年度処理を確定して新年度への切り替えを実行する方法を説明します編集が完了した項目のチェックボックスにチェックを入れます。 各項目にチェックが入っていることを確認してください。卒業処理に漏れがないかご確認くださいのチェックボックスにチェックを入れて粘土処理を確定するを選択します。 新年度へ切り替えるを選択します。年度処理が確定して、本年度名と新年度名の表示が更新されます。年度処理が確定すると、 卒業生となった生徒に割り当てられていたライセンスが解除されます。また、昨年度の授業情報は、以前の授業の中に移動されます。管理者ガイドも合わせてご参照ください。